どうも、もこのおじゃす。今回のね、対戦はね、ゆうきさんなんですけども、まあ、ちょっと現在日曜日の朝ということで、じゃあ土曜日か。ちょっとね、マッチング潜ってるんですけどもね、キス、ゲンガー、デンチュラ、ランクルス、ブラッキー、シャンデラ、なんかもうパーティーがなんか第5世代みたいな感じじゃないで。特に下2体とあとデンチュラ。さて、こちらのパーティーが、あれ、デンチュラって XY からだっけ？なんか忘れちまったわ。こっちのパーティーが、まあ、ちょっと映すか、こんな感じなんですけども、かなりマイナー寄りのパーティーで埋めてきております。で、どうしようかな。あれ、やっぱ特殊が多いから隠れんはまず必須なんですよね。隠れんは必須なんですけれども、デンチュラ対策がやっぱ頭を燃えたくて、隠れん、アズマを、で、アメモンス行きます。アメモンスが多分ブラッキーあたり多分一掃できるんで、逆にアメモンスじゃなきゃきついかもしんない。はい。はい。あ、デンチュラか。デンチュラに対して多分、あれ電気だよな。電気もしくは虫なんだが、どうしよう。予定通りアズマオに交換するか。粘れまれ、初手粘れまれと。なるほど。で、相手が多分こっち特性分かってたら変えてくるはずなんですよね。一旦交換先に水浸しを打とう。これにわかなんだよな。にわかすぎるんだよな相手。でも水浸しでも全ての技がもうタイプ不一致になるわけですから、相手はもうこっちのもんですよ。水にしてからね、アズナオってなんか電気技か草技覚えたら面白いんだけどね。水にしてから抜群を打つみたいな。まあ、ちょっとここは熱湯が、まあ、でも多分交換してくると思うんで熱湯します。なにこいつ。メッセージ読んだのかさっきちゃんと。多分外しただけと思ったのかな、相手。にわかすぎる。しかも火傷引いていく。で、地味に特攻が2段階上がってるから、なんか火力もそこそこ出てるっていう。何も分かっちゃいない、相手は。これワンチャンあずので3段ってあるぞ。やっと引き込めたか。ブラッキー。やりましょう。もうブラッキーはもう図通りでいいよな。アズマオってなんかシグナルビームかなんか覚えなかったっけ。シグナルビームあるんだったらメガホンよりもそっちの方がいいかなと。うわ、いったー。5つ目ね。耐久だろうが何だろうがもう構いなしやからこいつ。今の一撃あるんだよな。もうこのデンチュラは何もできんやろ。あ、こっちに来た。心折ったはずの方が。はい、対戦でございました。はい、マッチングしました。よろしくお願いします。ランドロス、ボルドロス、ピクシー、バンギラス、サメハダ、そしてドーブル。ドーブル。右下のドーブルめっちゃ気になるなぁ。奉仕とかダークホールとか打ってくんのかな。まあ、シングルなら奉仕だし。フェリックスさんですね。まあ、やっぱボルトロスがいるからアズマンは絶対入れたくて、ただ他のポケモンに対するその対応力っていうのを考えたらバクーガでもいいのかもしれない。ボルトに対してはバクーガでもいいかもしれない。うん。でランドロスあたりはちょ、アメモンスってなんか技なんだっけこいつ。あー、こいつあれか、レイビー覚えてねえのか。
なるほど、わかりました。バクーダ出すか。はい、先方アイアンとできます。先方アイアンとからのバクーダ。木炭いっとくか。バンギ出してくんのかな、いきなり。バンギだったらね、多分シザークロス、いや、角打ちはさすがに取れねえか。いや、角打ち取れんじゃないかな、ハリケーンだし。あー、でも、てか、ランドルスだった。さて、このタイミングになった時、てか、色違いだな、相手。伝説の色違いを勝ってみた結果みたいな、童話になるかもしれない。ギロチンがまあ、あるとはいえ、ちょっとここで一発目で打つのはさすがに、わあ、やべえ。てか、ランドルス受けらんで。ランド受けられないときたが。まあ、自信を多分オクタンで受けても死ぬから。もうアイアンヘッド頭から、ぶち込む？あ、てか、特性威嚇だったっけ？見てなかった、今。いや、てか、爪研ぎを一発挟むってのも、いや、でもそんなことしてる暇がないんだよな。もう素直にアイアンヘッド入ってて殴ります。うわ、バカ力。あ、バカ力だった。でも、てか、向こうの方が早い。うわ、半分ぐらい減ったけど、これでワンチャンこのアイアンヘッドで、あった。いけ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 。あ、結構削ったけど、微妙っちゃ微妙だな。さっきシザクロっつったけど、こいつあれか、アイアンヘッドなのか。ただ、このバカ力は、A が下がってるから耐えると思うんだよな。オッケー、耐えた。そしてここをしっかり80%上げてくれれば。よし。ランドロスを突破したアリ。鋼のアリがね、伝説を突破していくと。サーペットだね。あ、サメ肌ね。普通に悪女打ってくるか。ここら辺でもアイアンとお役御免かでも残すのもありか。アクアジェット読みでちょっとオクタンに交換します。てか完全に色違い中だな、相手。俺が潰してやる。あ、守るか。あ、なるほどね。まあでもこれは良かった、良かった、逆に良かった。で、ここで頼む、発動してくれ。命中率が上がってまんま美味しくない。あ、でも特防ダウンか。だからどうなんだ、物理なのかな。でもサメ肌って結構特殊多いイメージがあって。ただ多分種マシンガンが3発当たればもう助けだろうが何だろうがもう確定で一撃。種マシンガン当ててほしい。3発以上当ててほしい、できれば。あ、メガサメってことは多分物理かな。ってことはまず特防が下がったのはそこまで痛手でもないか。頑丈アゴ。噛み砕く、多分耐える。嘘。え、こんなにいく？え、嘘でしょ？え、あんな火力出る？噛み砕くって。え、マジで？普通に角打ちだったんや。急所かと思った俺。え、やばいな。しかも S クソ速くなってるし。うわ、どうしよう。これもうどうしようもない気がしてきた。水輪が思ってたらもう負け。水輪が持っとったらもう負けやな。てか絶対持ってるか。滝登り。それかワンチャン、あと全部牙技で埋めてるとか。雷の牙、氷の牙覚えるんで。噛み砕く、氷、雷、で守るみたいな構成だったら、ワンチャン水技ないんで。てか、この悩み具合見るともしかしたらないかもしれない。このルビサファ時代のね、このオーラスのこの新メガポケモンの退治ですけれども。あ、やっぱ水技ないな。俺の推理は正しかったようだ。そしてここしっかり耐えていく。そしてライト力を打っていく。頼む、行ってくれ。
これ耐えないだろさすがに。よっしゃ、なかなかいいね。トラギーって言って何？バンギーだったら、バンギーだったらでもどうだろうな。いや次のアイアンとでどうするかなんだよなこれ。大腸力とりあえず打つか。多分もうここも自信でもう向こうの方が早いし、もう間違いなくアイアンヘッドの 80% 安定にかけるか。でも多分アイアンヘッドじゃ倒せない。いや、あ、でもあ、たま、この微妙なダメージ量がもし入ったんだったらアイアンとでアイアンヘッディングで倒せるかもしれない。さっき残した価値があった。これギロチンにかけるよりかアイアンヘッドやろ。多分いける抜群やし。いけ、当たった、よし、頼む、オッケー、倒していく。これはなかなかいい試合だった。サメがまあ水技を持ってなかったのがね、そこが全てだったな。はい、ありがとうございました。